リアン君、リアン、これだよ。リアン、ちょっと脂肪がついてるので、この辺ちょっとモナちゃんと比べると白っぽく見えてます。まあ、ちょっと脂肪が見えてるだけなので、まあ、心臓とか肺のところはとても綺麗に見えてますので問題なしです。まあ、縦向きで見るとやっぱりこの前の方もだいぶすっきりして見えてるので、まあ、さっき脂肪がこの横っちょの方の脂肪重なってただけかなっていう感じですね。縦向きで見てもまあこの辺うんち入ってますけれど、まあ、肝臓の大きさもいいぐらいですし、まあ、腎臓とか、まあ、膀胱とかも綺麗に見えてくれてます縦向きで見て、まあ、腎臓とかもいいですし、まあ、胃の中ちょっとガス入ってますけど、これも全然気にならないぐらいですね。で、まあ、エコの検査ですけど、これ、胆のうっていう消化液入れてるような袋ですけど、こちらも綺麗ですし、肝臓ですね。周りに肝臓が見えてますけど、肝臓も綺麗です。で、脾臓といって古くなった血液壊すようなところも綺麗ですし、腎臓ですね。腎臓の見え方いいです。で、膀胱と、反対側の右の腎臓も、まあ、とても問題ないですし、あとこれ腸の方ですね。腸の方も、まあ、見え方も問題ないですし、まあ、動きとかもしっかりしてくれてるので、まあ、じゃあですね、で、まあ、これが前のキャットドッグの時撮らせてもらった写真ですけど、前の時も肝臓ちょっとちっちゃめだったので、で、まあ、この辺に背骨が見えてくるんですけれど、まあ、猫さん本来だと、まあ、腰骨7個なのが普通なんですけれど、マナちゃんは 1,2,3,4,5,6 で1個少なめです。で、本当はこの7個目の腰骨はここの肋骨生えてないのが普通なんですけど、まあ、マナちゃんの場合、1番目 の、 まあ、腰椎って腰骨のところに、まあ、肋骨が生えてるような状態です。で、これも特にこれが何か悪さをするようなものではなくて、まあ、生まれつきで、たまにこうやって、まあ、最初の腰骨のところに肋骨生えてきちゃう子がいるので、まあ、ちょっと奇形っていう形にはなるんですけれど、まあ、これ特に悪さすることはないので、様子見てもらって大丈夫です。まあ、多分もともとちょっとちっちゃめの子なのかなっていうところで、別にすごい最近どんどんちっちゃくなってきてるっていう風ではないので、まあ、様子見ていいかなと思います。あとは血液検査の値とかにもよりますけれど、まあ、それは後日ご報告になりますので、まあ、値を見て、また、まあ、一応その慢性肝炎といって、まあ、ちょっとずつこう肝臓が萎縮してきてしまうような病気とかもあるので、まあ、もしちょっと肝臓の値とか高く出てくるようだったら、まあ、お薬とかが必要になるかもしれないです。まあ、多分もともとちっちゃいので、まあ、全然そのまま様子見でいいかと思います。まあ、他の腎臓とかも綺麗ですし、膀胱とかも綺麗ですし、リアちゃんはお腹の中完全にすっからかんですけど、まあ、見え方は問題なしですで、縦向きのレントゲンも見させていただいてますけれども、やっぱり縦でも心臓の大きさもいいですし、肺の方も綺麗に見えてくれてます。で、お腹の方を見ていくと、まあ、この辺ちょっと黒く見えてるところ、まあ、ちょっとだけガス
が入ってるような様子なんですけど、まあ、ちょっとぐらい含まれてる分には問題ないです。でこの辺に腎臓とかありますけど、腎臓も綺麗ですし、まあ、膀胱はちょっとあの骨盤をかぶって見えづらい場所になりますけど、まあ、縦向きで見ても特に気になるようなところありませんでした。こちらエコーの検査ですけれど、あの、まあ、胆のうといって消化液入れてるような袋もとても綺麗に見えてますし、周りに肝臓があるんですけど、肝臓とかも綺麗に見えてくれてます、まあ、確かに若干サイズちっちゃめではあるんですけれど、あの、まあ、ものすごくもう薄ペラペラみたいな感じではないですね。で、まあ、ここ脾臓といって古くなった血液を壊すようなところも綺麗な形してますし、まあ、腎臓とかも綺麗な形してますね。で、まあ、膀胱ですね。モナちゃんはちょっとおしっこ溜まってる量少なめですけど、まあ、見え方問題ないです。で、反対の右側の腎臓ですけど、こちらも見え方いいですし、この辺腸管ですね、まあ、腸管もとても綺麗に見えてきてますし、まあ、全体的にいろんなとこ見てますけれど、まあ、特に気になるようなところはなかったので、まあ、モナちゃんは若干肝臓ちっちゃめっていうのもあるんですけれど、そんなに病的に気になることではないかなっていうところですね。でモナちゃんのおしっこの検査こちらになりますけれど、まあ、大体リアンちゃんと同じような結果で、まあ、尿糖とかも出てないですし、基準値のおしっこの濃い薄いの値ない、目のおしっこですけど、まあ、基準値の範囲内で、pH っていうの酸性アルカリ性の値も基準値内ですし、尿タンパクとかも問題ないです。まあ、白血球って炎症の細胞、やっぱりちょっとプラスマイナスからプラスで出てますけれど、顕微鏡で見てもそういった細胞は見えてきてないので特に問題なさそうです。でうちの検査とかも見させていただいてますけれど、そちらの方も問題なしですね。ヤンキーどこを置こう、いた、SAA って値が、まあ、基準値 6.8 のところが 11.2 なんで、まあ、ちょっと高め。で、まあ、結構値悪い子100とか200とかまでいっちゃうこともあるので、まあ、すごい高いわけではないんですけれど、まあ、ちょっと高めっていうところですね。で、まあ、あと2人ともリアンちゃんの方もです、まあ、タンパクの濃度がちょっとだけ高めですけれど、まあ、これも去年と変わらずとかなので、まあ、そんなに気にならないぐらいの値ですね。で、まあ、細胞の数とかも、まあ、2人ともちょっと赤血球っていう貧血な細胞多めです、まあ、緊張したりとかするとちょっと高くなることもあるので、まあ、そちらも特にまあ、そんな気になるほどの値じゃないかなっていうところですね。で、まあ、ちょっとこの炎症の値についてはあまりどんどん上がっていってしまうと、まあ、体調悪くなっていってしまう可能性があるので、一応今日はちょっとここだけ測り直しさせてもらいますね。この T4 っていうやつ、はい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 、これモナはやってて、リアンはそうですね、今日モナちゃんがそんな体重がちょっと減っててということで、甲状腺のホルモンの検査一応かかりますかどうしますかってこの前一応ご相談させていただいてたやつ、はいはいはい、まあ、これなんですけど、ごめんなさい説明忘れてました。一応これも値問題ないので、まあ、やっぱホルモン病で体重減ってたわけではなさそうなので、もともとやっぱその体格的にちょっとモナちゃんその小柄というか、まあ、ちょっと華奢なタイプの子なので、まあ、ちょっとそういう病気でどうこうっていうものではなさそうかなっていうところですね。わかりました。はい、お願いします。はい。
ごめんなさい、ちょっと 3.75 で出ちゃってるんですけど、 3.75 未満で、もう測りきれないぐらい低いっていう結果になってますので、まあ、炎症の値の方もちょっとなんで上がってたのかっていうところが、まあ、分からないのがちょっと気持ち悪いですけど、まあ、値的には問題なさそうなので、様子見ていただいて大丈夫です。